初めてお接待をさせていただきました。道を歩いてるお遍路さんにね、はい、道を歩いてるお遍路さんに何渡したんですか？お水とチョコレートを2つお渡しさせていただきました、うんうん、どうでした？すごいドキドキしたんですけども、うん、お渡しした時に、うん、本当に今お水がなくなって困ってたんだよってすごい喜んでくださって、なんか私の方がすごく嬉しくなります。もうお接待をしてもらって嬉しいんだけど、うん、本当はその嬉しさ を返してくれることによってお接待した人がすごくもっと嬉しかったり幸せだったり、だからよくお接待は断っちゃいけないっていうのは、その何、自分の嬉しさを返すことによって相手、お接待してくれた人が幸せになるから、その思いを受け取って返してあげてるために、なんていうかな、お接待断るとその人のを幸せにできないじゃない、気持ちをね、受け止めていくという、気持ちを返せないから、やっぱりそういうことでお接待をしてみると、されてるばっかりよりもなんかすごく感じるものなんですね。はい、よくもらってばっかりでね、苦しいとかってみんなは言ったりするんだけど、あげる側の気持ちになったらまた違う視点で見れたことあるんじゃない？はい、本当に田辺さんがおっしゃってくださったことと同じで、やっぱり私も嬉しくなってほしいっていう気持ち、なんかこう助けになったらなっていう気持ちで私させていただいたのに、その喜びっていう、姿を見て、なんかすごいもっともっと、なんか私も嬉しくなったので、そうだね、はい、これから、では今日はここからちょっと夕方のお時間なんですが、明日の授業につなぐべく、はい、はい、歩いていきますね。前回のレポーターの、はい、川本さん、そうですね、はい、川本さんの続きということで、はい、ここ大月町の、道の駅に来ております、はい、ここから、日暮れまでの、はい、ドキドキタイムですが、時間は1時間半ほどですが、赤泊まりの海岸のあたりまでですね、行ってみましょうということです。ゆかちゃん、時間はタイトですが、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、では授業へ続く道、行ってらっしゃい。行ってきます。よかったね、こっち見てね、今、子供たち手振ってくれたね。明日のお遍路授業の子かもしれないよ。そうかもしれないです ね、そうそう、すごい嬉しいね。私は島まで歩けそうな輝く月の道。東海上前バス停、地図にあります。はい、じゃあそれを通過しました、はい、影がどんどん長くなっています。刻々と夕暮れが近づいていますね。自動販売機、はい、道の駅から歩いてちょうど15分20分ぐらい、今うん、というところにある自動販売機でした。秋葉原感動のレポーター自動販売機でした。姫の井川を過ぎたってことは、郵便局まであともうちょっとかな。そうですね、地図でいうと本当にあとちょっとですね、うん、はい、よし、このまま日暮れまで迫ってました。さっきすごい綺麗な夕焼けも見ましたから、ある意味ちょっとハリーアップですな。頑張って頑張っていきましょう。夕暮れの涼しい時間だから行けるかもしれないよ。頑張れ、秋葉原。はい、茨城もどこさんがいるということで、はい、なんか地元の名前が出るとテンションが上がるのはあるね。そしてですね、はい、目印の郵便局が見えてきた。よかった、はい、予定が6時よりも前に早いですね、来たんですね。よかったよかった。よし。郵便局のとこから曲がるのかな？うん。じゃあ渡ってきますか、もうちょっと行ったら。はい、行きました。はい。ここも。はい。右に曲がっていきたいと思います。はい。いよいよ赤泊と海岸方面ですね。までが思ったより近いような遠いような、そう
ね。一度右に行って、からじゃないと左に行けないという、ポイントがあるわけね。ポイントが、はい、ありまして、それまでちょっと印がないです。なるほど、はい。じゃあそれを今目指してるんだ。はい。はい。日は暮れてきました。時刻は6時10分前。